前回魔法の宝箱をもらったにもかかわらず、今回なんかまたさらにボーナスがついてきたと。こんなに恵まれてていいのか。まあいいか、夏ですしね。はい、おつです。あやはらです。ということで、負けたらアカウント削除の時間がやってきたんですけども、それと同時にクラロワパスのアップデートも同時に来ちゃいまして、そしたらあらら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 、ただでいいんですか、ただでいいんですかと。1000ゴールド巨大宝箱、ライトニング宝箱の3つと。こんなにもらったら正直負けないぜ。だから残念ながらフィッシャーマンことトリトン君はまだ解放されません。残念。あれ強そうですよね。また多分動画上げると思うんですけども。ということで早速回収していきましょうか。おい、イエイあれ、これなんか違くない？合ってる？これ魔法の宝箱だよね。仕様か？変わった？特に変えなくていいような気もするけど、強いて言えば呪文が欲しい。うわあ、まあ、打っても打たなくてもそんな変わってない。ということで、もらってしまいました。前回の続きからということで、前回このローリングバーバリアンを手に入れ、もうデッキが着々とスーパーレアで埋まってきたと。負ける気は今んとこそんなしてないんだけどね、レール上げたいなっていうのが本音。はい、よし、来た。まあこの辺はとりあえずは、まあいつも通りぼんやり戦っても勝てるんじゃないかなと。うわ、同時に出てきた。どうやったのすげえ何今の、かっけえ。キング、あ、ちょっと待って、わからん。いや、なんだかんだハンターにめっちゃ削られてんな。気が動転した焦ってしまった。ビビらせることが目的だとしたら成功だよ。俺テンパったもん今。あ、でもただ単純にキング起動しに来ただけ。そんなことある？いや、でもこの辺何考えてるか分かんないからな。俺もなんかザップ普通に敵に撃つもんだと思ってたから。バレルで守った方が良かったかもしんない。痛いな。まあこれで OKOKOK、 右を落としたな。左もついでになんかつっついてきて、はい、優秀。そういうことよ。やっぱできる子は違うんだよ。もうね、ポテンシャルが違う。でまた後ろからネクロマンサー出すでしょ。守るか一応。はい、危ない。なんかこういう時パッとなんか前衛をつけれる人が多分上手い人なんだろうな。今バレルをシャッて出せればハンターの盾にできたのかもしれないけど、残念ながらそんな PS は俺は持ち合わせていないと。俺はもう守ることで精一杯だ。なんで俺今グッドゲームをしたんだ。なんかシンプルに治ったみたいな。で相手落ちたよなこれ。まあ、穴がち間違ってなかったな危ねえ危ねえ。こんなね、序盤で煽ってるやつでクズですから、ただの。危ねえ。気をつけましょう。多分、おー、びっくりした。やった。行きましょう。よし、来た。二つ上。そこそこに上がってきましたな。まあ、ぶっちゃけ、まあ、タワーレベルに関してはしょうがないのかなって気がするんだけどね。でも大した PS のね、こんな生きてたらね、さっと負けるから危ないんだよ。ちゃんと俺はなちゃんとやんなきゃダメだからな。よし。これ、うまい感じで合流しない。うまい感じで合流してくれないね。
まあしょうがない、まあ右落としてそうだろうな、落としたわ落としてくれそうって思ったけどもう落としてた、強っ。ネクロマンサーバカになんないね、火力しかり。うーん、あでもまあそのウォールブレーカーは美味しいんじゃないか。危ない、ここで全員を去って出せる人が上手い人、出せないからあまあまあまあしょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがないってことにしててくれ、俺は上手くないんじゃ。いやーでも1000は行きたいな、ぶっちゃけ2000まで行く間に絶対ね、こんなこと言うのもダメかもしれないんだけど負ける気しかしないのさ、とてもじゃないけど俺は上手ではねえ、よし、これでちゃんと守って丁寧なプレイングでね、あの定評を得ていますから、まあ、もらったことないんですけど、はい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 、意外とスケルトンが仕事をするな、あこれファイボード終わるな、よいしょ、よかった、あーはい、よしノンストップ、おおビッグじゃん、あーってかあれか、ペッカシアター行ったらそっか、ウルトラが出るのね、あ、あてか矢の目上がったけど矢の目抜いちゃったんだよな、ワンチャンファイモのダメージ今いくつ、まさすがに357あるか矢の目の方が上回ってるかと思ったけど、そんなことはさすがにね、行きましょうか、ファイモもレベル上げなきゃ、なんかそろそろ使い物にならなくなってくるような気もする、でも俺はまだ使うと問題ないんです、何が来る何が来る、あーうんー、しょうがない、これとこれを使うことによってそのバルキリーはちょっと待ってからハンターだ、実はハンターももったいないのではって気がするけど、京介が入った、やった遅いぜ、京介の射程に入ってるぜ、よっしゃ全部吹っ飛ばせ、よいしょ、美しい、実質ブルーアイズみたいなもんでしょ、うーん、考えてはいるんだけど何も頭がまとまんない、疲れてんだ今日あっ、はい、ストップストップ、ネクロマンサーのこいつらは強いぞ、考えなしに気をつけたけどスケルトン部隊来る、あジャイアントだ、お初にお目にかかります、はじめまして、実況者です、でもこのもう止めなくても良さそうだな、いいね、攻めすぎ、でも結構悪くないんじゃない、これご覧なさい、ご覧なさい、これほらご覧見なさいいやー最近本赤でも VJ をちょっと控えて、なんか人気って言うんだっけ、人気じゃねえな、嘘ついたごめんなんかめちゃくちゃ突進級入れたデッキ使ってんだけどね、プリンスが強いこと強いこと、シンヤリーナーやったぜ、ただザップが解放されるのとインフェルノタワーか、まあ正直宝箱を引かないことには正直まだ意味はないような気はするので、一旦タワーレベル上げるか、はい、ということで、あったー、これはちょこちょこ強くなってきましたな、あともう 2,3 回いくか、そんないけないな、嘘ついたあと 1,2 回いこう、いや懐かしいな、そのクラルワをその始めた当初っていうんですかね、本当に3年前とかなんですけども、ペッカーリネドヌマリしましたね、何やっても勝てないっていう、デッキをなんか2点3点させてこのデッキだみたいな、自分のソウルデッキを探してた記憶だけは残ってる、美味しくないね、
あー、あーでも入った、やったけどこれを、いや一旦切るか。ちょっとエリクサー貯めたいな。痛えな、痛えけどしょうがねえ。あいて一気に来たな、ちょっと焦って。いやでもね、もうこっちとらキングタワーが1レベル上がったんだよ。1レベル上がるだけどれだけでかいか。あいて何入ってたっけ、マスケット重視だ。実はそのマスケット強いな。うまく入んないな。京介の爆発が全部入ってくれ。まあ一体だけならしょうがない。はい、タワーダメも入ってないか。まあしょうがない、前向きに取れていこう。よしよしよし、まあこれでなんだかんだ形ができたんじゃないかい。はいはいはい、やった、強い。時代はプリンスだろ、こんなプリンスさえ勝てるんだよ。新しくあの乗せられたの一言分みたいなやつ、あ終わった。強いな。ラストラストカットや、てか負けたら終わるんだよ。よし、なんだかんだスーパーレアがね、もう破壊力は、おっと、あ、ちょっとずれてないかい、まあいいでしょう。よし、なんだかんだこの、へえ、この3体が揃った時も勝ちが見える。美しすぎる。これがビクトリーロードか。いや勝利は身近なところにあったんだなって。へい、やめろお前、それさっき俺ひどい目にあったんだよ。2度目はないからちゃんと守るぜ。あ、一旦ね、あインフェルノタワー俺も使おうかな。まあでもこのデッキだったらペッカ割と処理しやすそうな感じはするけど、まあそもそも腕前が追いついていかないっていうのは。いやロリババが仕事する、さすが、さすが俺たちのロリババだぜ。さあ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 、危ない、あー怖い、カッツーンってこと思う。くーん、まあまあまあ、しかしキングが落ちるのでは、落ちたな、やったぜ。いやープリンス様様ですわ。でもまだ言うてレベル最新出た時から変わってないんだよね。そろそろ上げたいところではあるが、お、ザップじゃないさすがに。オッケーということで、まあ、こんな感じのゆるーくやる、しかもカメラもないから本当にゆるい回でございましたけども、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。コメントなどいただけたら僕の励みになりますので、ぜひとももうなんか何でもいいです、もう僕をよいしょしてください。よいしょしてくれたら動画の投稿頻度も上がるかもしれないし、俺も喜ぶし、もうウィンウィンと。果たして俺はウィンを上げられてるのかわからないけど、まあいいでしょう。ということで、あ、それでは次回の負け作で会いましょう。